ばんは。ほぼゲリラ配信になりましたが、こんばんは。もうボサボサよ、ボサコちゃん。ゆのますさん1個目ありがとうございます。タコチュこんばんは。あれちゃん懐かってやんだ、やっほー。うれぴー、チェキ会ありがとうございました。本当に楽しかったですか。うんうん、面白かったね。スタッフティアンが面白かったね。安部さんお疲れ、ありがとう、ありがとう。こんばんは。コウコちゃんのファッションショー見てしまうの、のんのんする。何してたん？こんばんは。絵もチキ楽しみにしててね。チキ会申し込んでくださった皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。心霊心霊スポット行ったの？やばいね。50カウントありがとう。うんうんうん、ああり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 ちゃん、なんだっけありちゃんニックネームのイントネーション問題で、ずっとチェキ撮影してる時からね、なんか言ってた。めっちゃなんか名前呼ばれた。そう、アリちゃんなのかアリちゃんなのかみたいないう討論が始まってた。気づいたら、私は気づいたらなんか始まってた。50巻とかありょう、ありがとうございます。噂の、あそうね、ちょっとだけお高いカバンですね、タンプレでもらった。そう、んなんだこれ。こんばんは。最後びっくりした、最後は鍵閉めやったね。あずなちゃんありがとう、ありがとう。報酬おもろかった、あれは今日のハイライト一番の。報酬さんやろって言ってた。よしあきさんでした。ゆりことさんお疲れ。バンジャラモンスターさんハートありがとうございます。何やったっけ、ドンジャラスモンスターさんに改名したんがいいよって話になったよね。面白い。で、え、嬉しい。デモ動画どうでしたか。みんなコメントしてくれた。なんかまださ何なんかまださとか言いながらちょっと考えてなかったけど、お疲れありがとう。ケピー席替えもありがとうございました。こちらこそ。なんかまだあんまりさ反応が来てないような予感がするんですけど、私がこの深夜に徹夜で作ったこの動画見てくれな。超頑張ったんだから、これい
がたんたん花束ありがとう。デコパンマンかわいい、ありがとう。デモ動画見た？みんな拡散よろしくお願いします。拡散よろしく。コメント返した？さすがコメント返してね。あと拡散、拡散大事。あれがもうこの B 期間のね最後の受付の最後のこう私にできることになってますので、拡散お願いします。あとなんか続きの動画見てない人多くない？続き、私あれがね3分ぐらいになったんですよ動画が。確か全部で動画が2分55秒になりまして、そう動画が全部で2分55秒になって、この続きというかなんて言うんですか、このここに上げたやつのこのコメント欄というかこの続きに、続きの動画をここに上げてるんですけど、これ見て、これもちゃんと見なきゃ、最後までちゃんと見てね。この最後まで見なきゃ、まとめのところでそうまとめてないの正解分からずに終わるから。え、どこで切ったっけどこで切ってたっけ、あのポーズの歌うポーズの正解言う前に切ったよね多分。だから1個しか見てない人はあれしか見えてない。で最後にちゃんと2月23日にやるよっていうのと、正解はで消えてたか、2月23日にやるよっていうのと、このお話し会のどこだっけ、あれ消えた、あったー、こちらの私が作ったまとめ最新版のおすすめ画像最後につけて、アフレコも入れてってやってるので2個になったんですけど、動画が2個とも見ないとあれは分かんねえから、どっちも見て、どっちの投稿にもリツイートお願いします、お願いします。え、分かった？意外と分かった？あれちゃんと考えましたかみんな3問あったんやけど、考えながら見てくれた？あれシンキングタイムは3秒しかないよ3秒しかない、3、2、1、チェ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 イって感じすごすぎてびっくりした、嬉しい、めっちゃ大変だった。12時ぐらいからね、はいやるぞーと思って、おっしゃやるぞーって思ってやったら、3時ぐらいになって、3時間ぐらいかかった。あれ疲れた、あれめっちゃ大変だね本当に。 YouTuber さんとかもやばいね。そうマジこのスマホだけでこう動画切ってつなげて、アフレコやって、アフレコ編集してみて、音量調節とかしてみたいなさして、テロップも入れたからさ、あと効果音とかも入れた、パチ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 、あそれ入れてないか、ポッみたいな。よく YouTube で、あよく YouTube であるみたいな効果音がいっぱいあって、テコテコキ
効果音とかも入れたらマジでね大変やった。でも難しい。そうね、途中までちゃんと作ったのにね、なんかこう最初から見返してみたらね、なんか切れてるみたいな、途中でなんか短くな、勝手に短くなってるみたいなとこもあってからね、もう3回ぐらい作り直して超難しかったあれ。本当に素晴らしい、やった嬉しい、超嬉しい。私の最大限私のできる最大限を尽くしたわ。こんばんは、こんばんは。2問目は難しいよね。2問目は難しいと思う。お話し会だったらシンキングタイム、シンキングタイムどうやろうね。そのみんなが参加してくれたあれによるかな。あれに何問できるかとかも変わってくるしね。こんな感じで用意してたら多分こう画面に見せたらわかるよね。すっげー、ちょちょタラン、これで見えますよね。なんかどうしようと思って、こういうのにいっぱい作っておくか、まあまだまだ先の話なんですけど、2月23日だからもう考えたらいいんですけど、こうやってこう出すか、あのハーっていうゲームのカードをママが買ってくれたから、そう、それをこう出すか、もっとでっかい画用紙に書いた方がいいんかはちょっと考える。それまでにスムーズイーにジュースみたい、スムーズイーにできるように頑張るね。こんばんは。見えそうよね、こうめっちゃドーンみたいな、こうドドドーンってこうやってたら見えそう。逆になんかこんなでっかい画用紙にさ、こう用意しとく方がなんかちょっと恥ずかしいよね。はいみたいな、一人でなんか画面に向かって出してるみたいなさ、はいこれ誰でしょうってやってる方がちょっと恥ずかしいよね。いやよし、止まってください。チェキ会ありがとうございました。坂田市民さんありがとう。坂田市民さんが今日のハイライトだったよ。ありがとう。チャララ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 。めっちゃ得意、あ、アイスも得意、はみたいな感じでよく言うやつとか言われる。アイスはよく売ってるやつって言われる。こんにちは、スランプくんハートありがとう。機械音痴から卒業、でもあれアプリのおかげっていうのもあるけどね。わかりやすいアプリ、こうなんかなんて言うんですか、場所をめっちゃ便利なんですよ。そう、場所を、あ、こ、もうちょっと早く始めたかったみたいな、アフレコ入れる場所もうちょっと早めたかったってなったら、そう、この撮った部分をこうキューってそのまま移動できるんよ。そう、そんな機能つけてくれてんのか。普通だったらさ、もうやり直さんといけんやん。
やり直さんといけんと思うやん。そう、あ、もうちょっと早めから入りたかったとかさ、ちょっとこことここのアフレコの間が長すぎたとかなったらさ、こっちをさもうちょっと早く言うようにもう一回やったりせんといけんやん。ビューンって移動できるし、すごい天才。スランプくんハートありがとう、ありがとうございます。ポップ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 、あと何だったっけな、もっとね感動した機能あったけどちょっと忘れたけ、感動してないんだと思うえ、こんなもんできるんやって感動したのちょっと忘れた。嬉しい、あれは人生で一番頑張ったわ一番頑張った。だからみんな拡散お願いします。あれはコメントと拡散お願いします。あとね、天才的だったのはね、もうアフレコ、これね特技にしようかって思ったぐらいやんけど、あの尺感覚がねすごい私自分で言うなって感じなんだけど、そう、心の中で言いながらとかはあるんやけど、そう、まずあの自分のあの素材を取ったんよ、こう真顔で始ま、真顔というかあ、ここはアフレコ入れた方がいいなと思ってこう待っとったんやけど、例えばあの1回戦なんとかなんとはお題1回戦峰吉ありさのハーまで321みたいなのはアフレコで入れた方がいいなと思ってこう待っとってハーっていう演技から入ったんやけどね、それまでのさアフレコをさあるやん、こっからここまでの間にこのセリフを言いましょうみたいな感じあるじゃん、ああいうのがなんか感覚でねやったらねもうぴったりやったんよ。昨日もそれでね一人で驚いてた。もう適当に自分のあの体内時間で行こうと思って、そう、ハーまで3、2、1とかやったら動画のありささんが喋り出すんよ。ぴったりなタイミングで3、2、1曲がってハーとかだったらやり直さんといけんやん。あー失敗って感じだけど。一発 OK、 一発 OK やったんですよ。もうすごい、それもう何個かあるんや、何個かやらんといけんところがいっぱいあって、そう全部一発 OK でやばいなわアリサと思ってビビった、マジ自分でこれ特技じゃんと思って。こんばんは。動画作りはまだ特技って言えんけど、その何尺合わせというかそう尺合わせ、そう特技だわ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。パソコン欲しくなら来るかな。でまずはあのこのさタブレットにさつけれるキーボードみたいなの欲しい。ピカ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 ピン、ピカピカピカ。これってさスマホでさやるよりさあれなんかな、タブレットとかでやった方がやりやすいとかあるんかな。ちっちゃいよね画面が。うーん、え、そうです、深夜テンションやけん、やばい、自分でツッコミとか入れとるしもうやーすぎ、はやないやないかいみたいなそう、もうやばすぎた、自分でもうつぼった深夜に。でも朝起きてから見たらさ、これ大丈夫かって感じだったそう、深夜テンションの時はめっちゃノリノリやねん。
ははじゃないやないかい。そうじゃあ一人で言っててさ、そうおもろとおもろと思ってからね、こう10円でね調節して作ってたんやけど、なんか朝起きてあげる前に見たら「え大丈夫か恥ずかしい」ってなったけど、まあよかった。ストーリー嬉しい。このねデモンストレーション動画、私のデモ動画でね、はっていうゲーム楽しそうじゃないかと思って、このおすすめ激推ししてる2月23日のお話し会に行ってみようかなって思ってくださった方がねいたら嬉しい。深夜に頑張った甲斐ありって感じ深夜に頑張った甲斐ありって感じになるので、拡散皆さんよろしくお願いします。拡散皆さん、インフンでる、拡散皆さんお願いします。ちゃんと見た天才あざまる、あざまるちょりんぽ。あとはそうあーちゃんの舞台を見に行ってきました。本日さっきチェキ会終わって、チェキ会終わってそらはっとちょっと時間つぶしというかご飯食べに行ったりして、そうで今はあーちゃんの出てる舞台の恋とか愛とかかっこかり恋かりっていうの見てまいりました。こんばんは。見たことある？なんかテレビとかでやってたさ、ドラマっぽいやつ、もうなんか、ちょっとだけ見たことあった録画しとってからちょっとだけ見たことあったけど、でもそんなにがっつり見たことなかったから、ほぼ初めてぐらい見たけど面白かったですよ。もう恋、大人の恋愛相談みたいな感じ、面白かった。今日千秋楽、そうちょうど千秋楽を見に行けました。にょい、今日の昼公演がチェキ会と同じ11時からあって、そうそれはいけないってなったら千秋楽の5時からだったかな、から始まるやつを見に行けました。見てた、見てたんだ。こんばんは。嘘、アンコールの人、アンコールの人、え嘘、夜、えいた、ソラハとマネージャーさんと見たよ。面白かったね。そうなんか選択式というか、 A なんかね途中で A と B 選択してくださいみたいな、視聴者このライブに来てくる方での拍手で多かった方にあのストーリーが進んでいくんですよ。だから2パターン用意してあって、えすごいよねあれ、めっちゃさ緊張するよね。どっちの2パターン演技プランというかお話があって、そう A のパターンと B のパターン、その時にならんとさどっちやればいいかわからんのよ。すごいよね、そんなすぐにさあこっちだってなってさセリフど忘れしそうじゃない、あれーみたいなすごい、すごかったよ。からその今日見た方、拍手で多かった方にまあ転がり込んでいくんですけど、
そっちじゃないバージョンも見てみたかった。こんばんは、こんばんは。演技の勉強にはな、うん、なったかもしれん。恋の勉強になったかっこいいこと言う。恋の勉強した。演技の勉強はあんまりできてなかったわ、ごめん。でもなんかみたいな感じのとこ多かった。なんか水かけてたんよそう、あーちゃんとルームメイトというかクラスメイトじゃない、シェアルーム、あ、ルームシェアあれそう、同じ家に住んでてみたいな友達と、そう、一人の気になってる男性が同じで、そのルームシェアしているもう親友と同じ人を好きになってしまってみたいな、バチバチになってもうオラーみたいな、こう戦うシーンみたいなのあったんですけど、そこでね、なんかブシャーってね、水か、そう、あれをね、こうかけてたんですよ。ガチやったよ。え、絶対ガチ。あれ、みたいな。双眼鏡が欲しかった、あれ。もう分からんかったもん。遠くから見たらもう、ガチでね、もう水が出てたもん。プシュー。そう。もうこうやってひっくり返しても出んのかと思ってたよ。たら、でしょーんって。そう、水、もう双眼鏡欲しかった。あれ、マジで。こんばんは。わわわ。え、どういうこと？私はそういうガチ恋系ではないよね。アイスはどっちかって言ったらみんなの恋愛話を聞くのが好き。みんなの恋バナを聞くのが好きだな。うん。こんばんは、こんばんは、こんばんは。絶対そういう系ではないそういう系ではないから私はいいかな。ご飯誘う、それな、ほんまに。いや、でもでも、まずはさこちゃんに聞くのめっちゃ好きなの。どうみたいな、最近どうそう、いいじゃん。うん。でもありさなんか中学校の時はもう何もマジ何も喋ってなんか陰キャだったから、ほんまに、そう、見てなかったと思う、みんなから。そう、飽きてたんですかみたいな、峰橋ありささん飽きてたんですかぐらいで見えてなかったと思うからさ、そう、何も中学生ライフとか何も楽しんでないけど、さこちゃんはね、クラスでグイグイ系な勢いを感じるんよ、私は。そう、そういうタイプじゃないと思う。そう、あ、STU だーみたいに言われても、おーっすみたいないや、わからんよ、実際のところわからんけど、アリスは ST だって言われたら、もうガチ根っからの陰気が出てしまって、そう、わかる？ ST だおーいみたいな叫ばれたらさ、はーいみたいな感じできたらいいかったけど、そう、なんかもう根っからの陰気が出る系のタイプやったからさ。でもさこちゃんは絶対違うと思う。そう、なんか何かみたいな感じのさ、雰囲気醸し出してる系さ、ちょっと聞きたいんよ、ほんまに。もう何、私が問い詰めたい問い詰めたい最近どうなの
お話し会とかでも恋バナできるのたたたたた楽しみにしてるからね、みんなそう、恋バナできるの楽しみ。私が相談に乗れるかって言われたら全然相談には乗れない全然相談には乗れないけど、はい、その適切なアドバイスとかできる、なんか恋愛経験豊富な人からのアドバイスみたいな感じにはならんけど、もう待ってるよ、楽しみ最近どう聞くから、学校とか職場で気になる人いないんすか、聞くからね、楽しみ楽しみだこんばんは、わー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 、うわ、相談員よろしく任せろ任せろ、あ、お庭でその場所でもちろん OK、 なんか私の恋愛対象みたいになってるけど、なんか違う、そう、今はもうあんまし、そう、連絡を取ってない、昨日教授寮が死ぬよって送っただけそう、鬼滅無限列車やってたやん、でショールーム終わって、そう、急いでリビングに行ったら、もう赤座とハッハッハッってこう戦ってるシーンでから、あ、もうやばいみたいな、もう教授寮煉獄さんみたいななってたところだったから、そう、教授寮待って、難しくない、教授寮が死ぬよって教えてあげたら、見てなかった、そう、見てなかったから、やめて死なないでとか言われた、いや私に言われても私に言われても、教授郎、え、教授郎よくない、え、弟くんは何だったっけ、煉獄教授郎と、え、弟なんて名前だったっけ、なんとかろうよね、こんばんは、そんぐらいだよ、レンタロウ、レンタロウくんレンタロウくんか、すぐなんかさ、なんか全部さ、フルネームで覚えたら難しいやん、いや今日も小怒りでからね、全然ね、名前覚えられんかったけど、一人だけジローが出てきてから、ジロちゃんって覚えたら覚えれたそう、いっぱいね、役柄が出てきて、エピソードがなんか3つ4つ3、4個ぐらいあって、そのたんびになんか同じ出演者でもそのたんびに名前が変わったりするわけよ、なんかあーちゃんの役名もちょっと忘れちゃったちょっと忘れて、何ちゃんやったかちょっと忘れちゃったけど、ジロちゃんだけ覚えて帰った、そう、ジロくんが出てきたなと思って、ジロちゃん覚えれない、千十郎か、教授郎だよね、教授郎と蓮太郎ってなんかあんま似てない名前似てない、千十郎くんか、こんばんはトゥルルトゥトゥトゥヘイテレラテ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 ラ、あれがテーマソングなんかな、なんか頭に焼き付いて離れんチャララチャ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 ラヘイチャ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 
お疲れ様です、お疲れ様ですみたいなさ、もう何あれしか思い浮かばん、東京リベンジャーズのお疲れ様です総長みたいなお疲れ様ですみたいな、なんかそこしか思い浮かばん最近こんばんは、うわうわうわ、演技オーディションあるっけ、こんばんは、今日見てきたよ、嘘、夜、私も千秋楽の夜の方を見ましたあーちゃん見に行きました。え、 TikTok 踊ったの、モネちゃん見た、見たすぎ、公式さんからいいね来てすごい、すごい、チャップスさんハートありがとう、ハートありがとう、テルリレレ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 、その曲がずっと頭から離れんのよ、テレテレテレレレレ、チャップスさんハートありがとう、いっぱい、キュキュンキュンキュキュン、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様ですお疲れ様です、そうちゅうせーせーちゅうって感じじゃない、こんばんは、初見嬉しい、わパルちゃん、パルちゃん嬉しい、ありがとうございます、 ST48 の広島県出身、ありちゃんことみなよしありさです、よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローお願いします、パルちゃんありがとう。 MV、 なんていう名前なん、曲なんかそこしか分からん曲名も分からんければ歌っとる人も分からんねんけど、でもテレレ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 頭に焼き付いて帰ってきた、テレテレレヘイ、テレレテレテレレテレテレレ、フリーウェスタネモハモネモハモ、あれはマジで痩せる、痩せると思う、毎日踊ったら痩せそう、ルマンルマンルマン、あなたルマン、嘘だと言ってよ、夜明けまで見つめ合えば信じられるかな、あ、え、アニメ終わったらしいね、それな、リベンジャーズアニメ終わったらしいね、ヤバさんもさ、待ってどこまで見たっけって感じないけど、ちょっと見返してみよう、多分1個か2個ぐらいまだ見てないと思う、もう終わって終わったんだみたいな終わったのかって感じになっちゃった、2期に来た、2期続き、アニメってさ、それがあるからさ、なんかもうムズムズって感じよねアニメってすごいもう先の先の先までさ、先は長いしさ、そう、しかも途中で終わっちゃうし、まだ続きがあるっていうのに終わっちゃうしさ、続きは漫画じゃないとわからんっていうのとかもいっぱいあるしさ、それがちょっとあれだよね、まあ、そこが面白いっていうのもあるんかもしれんけど、私はもう全部全部もうこうここでパキッと完結したやつをこう見たい派だからそう、やっぱドラマとかの方が好きやな、もう10話、10話か11話でこうもう全部完結しますみたいな、2期、2期
2期に入らないともう続き出ませんみたいなやつとかあったらもう「へえ!」ってなる。続き見たすぎるのになんでやねんってなる。リベンジャーズいつになったら終わるんやろ。え、まだ続いとんリベンジャーズってもう自分がどこまで読んだかも忘れた。リベンジャーズは初めて漫画でめっちゃ読んだよ。コミックリベンジャーズまだ続いてるな。エピソードありすぎ、見るのサボったままさいやそれはなんで謎すぎやろもう猫。それはもう混乱混乱はて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 、ここにいるよ、この人もういなくなってるってならんなるほど。あーアニメ行き過ぎたら、なるほどね。やっぱ漫画の方が書きやすいよね。ちょこ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 声とかも入れんでいいっけ、白黒だし。アニメ作るってなったら大変だよね。最近コナン見てないもん熱しやすく冷めやすいタイプやから私。そう、熱しやすく冷め、バジ君、いやバジ君のシーンは見なバジ様見ないかんやのね。あそこは、あそこは超感動的。コナンはなんか不定期じゃない、なんか毎週のさ、リベンジャーズは日曜日に、毎週日曜日にこうなんか新しいのが出てくるって感じやけど、コナンはなくない、なんか毎週なんとかとかじゃなくて、なんか気づいたらちょっとあ増えとるわぐらいでさ、そう毎週日曜日に出るとか決まってないからさ、なんか分かんないし、もうフールでもなんか全然見れないんですよ。私が気になるのはラムの正体みたいな感じなのに見れないんですよ。東京リベンジャーズ、でもリベンジャーズ面白いよね。でもこう展開を踏みすぎてそう、どうなったらあれなんかね、終わりなんかね、どうやって終わるんやろ。まああれよね、橘日向が生きてて、なんかみんなが幸せみたいな世界に戻っ、現代に戻ったら終わりみたいな感じなんだとは思うけど、なんかどうなっていくんや、なんだんだんって感じやね。ある人が助けに来る、誰誰、こんばんは。でもね、アリサは漫画を見た限りでは、これネタバレになるか分からんけど、あの人が気になったかも。って感動したのは、なんかずっとさ笑っとる人おるやん気になったけど、ちょっと名前分からんけど、東京リベンジャーズの話ね、ずっと笑っとるニコニコの人、なんだっけ、もう忘れちゃった名前と、なんかもう一人双子のなんかそっくりさんか兄弟か分からんけど、そう怒ってる、ずっと怒ってる
そう、子が出てくるのがもうすごい、あの二人気になった。そう、強いよね。まあみんな強いけど、その総長みたいなさ、あ、みん総長マイキーか隊長、一番隊、隊長みたいな、四番隊ぐらいじゃなかったっけ、四番隊、隊長みたいな。そう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 、あの二人なんか気になった。強い、強いよね、バリバリに強い。ずっと笑っとる人とずっと怒っとる人がおるんよ面白い。こんばんは。でも面白いね、アニメとかもな、ハマったらハマったらハマっちゃうわアニメとかも見たこ、見て、あんま見てこんかったけど、そう、面白いよって言われて見てみたらハマるもんですね。ハマっちゃうもんだね。面白い。あ、ピンク、ピンクか、髪の毛、ピンクと青、え、何色だったっけ漫画ってほぼ白黒やから、表紙ぐらいでしか色分からんやん。あ、この人この色やったんかみたいな、ちょっと分からんね。ピンクやったな、確かに。もじゃげんアフロみたいな髪の毛。ハイキュー、あ、ハイキュー、なんかずっとマリナが面白いって言ってたよね。マリナになんかおすすめされてたけど見てない。ハイキューね、コナン今になっているといや、アリサも思わんかったよ。なんかトロちゃんがめっちゃ一時期ハマってた時期があって、あ、コナン面白いよなとは思っとったけど、そう、改めてこんなにハマるとはね。金曜ロードショー強いね。金曜ロードショーの映画見てからちょっとハマったっけ。ダイナソー音符ありがとう。ハイキュー、そうな、ハイキュー見てみようかな。かなり面白い。マジ？そんなに？そんな進められちゃうねちょっと見てみようかね。ダイナソー音符ありがとう。公式ツイッターの上げた文章、久しぶりに刺さったなんだなんだっけ。毎回毎回名言がある。あ、バレーボールの話なんだ。バスケかと思いよったそっから知らんかった、ごめん。バレーボールか。初見ありがとうございます。トピスケさん、 ST48 広島県出身のアリチョこと三好アリサです。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。ありがとう。バレーボール、バレーボールか。ハイキュー、ハイキューよね。ハイキュー、ハイチューじゃんそれハイチューじゃん。ハイキュー、ハイ、ハイキュー、うん、テロップ出なかった。テロップを待てよ、入れとこう。お話し会受付中だよ。ハイキュー、ハイキューよね。なんか棒読みみたいな、ハイキュー。
球を漢字で書いたらバレーボール、どういうことどういうことどういうこと配球を漢字で書いたらバレーボールって漢字ある。ハイチュウ、ハイキュウ、ハイチュウ、アイドルが好きでよかっただけで、あーティフ、ティフのやつだっけ。アリちゃんとアリちゃんえ、でもさ、アリちゃんまあ嫌いではないって思った。アリちゃん、まあ普通に、普通にどっちが正解かとかを言われたら、まあアリちゃんかなって感じだけど、アリちゃん、アリちゃん、アリちゃんでも別に間違ってはない。ユミリンはアリちゃんだよ、アリちゃんって呼ぶ。なんか思った、今思った。クリちゃん、クリありがとう、フォローしました。マサルさんだよ、ありがとう、フォローありがとうございます、嬉しい。アリちゃんルガ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 ルルルルルルル。まあお任せ、お任せだよお任せ。小学校の時なんて呼ばれてたって言われて、あのミネさんって呼ばれてたんですよそしたらマジで笑われる、ひどい。ミネさんそうだから何でもおよき。うん、ありちゃん、女の子とか一面とかからはアリちゃんだったけど、うん、その女子じゃない男子、男子、女子じゃない男子って男子やけど男子とかからはミネさんとかだった。小学生の時は、中学生の時はマジで喋ってないから分かんない呼ばれたこともない。うん、こんな感じあったね。アリカン T シャツ買ってくれたユミリンって言ってた、嬉しい。あの青色サックス、サックスなんですか、サックス、なんでサックスって言うんですか、あれくすみ青みたいな、サックス、そんな知らんかサックス、サックスだから好きなんかな、ユミリン、あの色がサックスだからすごい、たまたま運命。サックス、うん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 、23時59分に何とか書いて、ありがとうございます。サキソフォン、サキソフォン、略してサックス。へえ、え、あの青も、青もサキソフォンなんですか。だってさ、サックス、楽器のサックスは金色やん、なのにあのくすみブルーみたいなパキッとした青でもない、水色でもない、中間みたいな、とおしゃれなカラーもサックスって書いてあったんですよ。知らんかった、なんて、なんて呼ぶんか知らんかったけど、購入画面にサックスって書いてあった。すごいね、あの青はサックスって言うんだと思ってかわいい、ありがとう、イエーイパスタ行った、パスタ行きました。空ハット、なんかおしゃん、おしゃんというかテラス、
ほぼテラス席ばっかみたいなお店だった。ほぼ外みたいな、屋根とかはあるけどほぼ外みたいなお店でパスタ食べました。パンも食べ放題でね、そうおしゃんなとこでしたよ。このクリームパスタの上にアナゴが乗ってた、すごいよね。なんかあんまり伝わらない、このお皿の柄がなんか独特すぎてあんまり伝わらない、このピューンみたいな、あのアナゴの天ぷらみたいな、クリームパスタの上にアナゴの天ぷら、すごい美味しかったけど、意外と皿の深さがすごくてグイーンみたいな感じ、意外と量が入ってたのでもうパンパンになりすぎましたお腹がパン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 、もう食べれないやんってなった。お店何だったっけな名前これね、カフェ探してたら、いやカフェじゃなくて普通にお腹空いたくないって言ってたら、あ見つけてくれたんですよ、チェキ会やってたスタッフさんが。広島の人じゃないのに広島の人じゃないのになんか調べてくれとって、いつの間にかここどうってこう見せてくれたところに行った調べとこ、なんかおしゃれゲーの名前だった、名前もおしゃれゲーだったけどちょっと忘れちゃった。こんばんは、こんばんは、わわ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 まだ空いてるけど、まだ空いてるけど暑い。こんばんは、こんばんは、アリサカンパニーの T シャツ買った、ありがとうケンケン、嬉しい。ケンケンはねカーキっぽいなおしゃれだから、おしゃれマンだから。ケンケンは緑か白じゃない、どう、ほらー、え、すごすごくない、イエーイカーキでしょ、こういう色ですよ、イエーイ。ドイツのザクセンの英語読みで、すごっ、そんな意味なんだね、サックス。ジョコ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 ジョン、あと30分間で七並べしよっかな七並べしよっかな、はにゃん、暑いな普通に。朝はまあ確かにちょっと寒いかもしれんって思うけどさ、暑くない普通に。もうクーラーつけんよとかさ、窓開けとったらなんとかなるより暑いよね。あ、これやけかな、ちょっとね、ニットみたいな生地やけんかな、それが悪いんかな。みんな七並べの準備はできましたでしょうか。私は七並べを今からやろうと準備ができました。はい、準備ができましたので、
50秒に押します。32分50秒に押します。まだ20秒あるので準備お願いします。まだ暑いな。東京寒い。嘘、昨日は寒くなかったよね。今日寒い。日によって変わるのやめてほしいよね。本当に昨日は暑かったけど今日は寒かったみたいな、もうわけわからんやん。難しすぎ。みんなアリサカードだー、やったー。チャップスさん、モネちゃん、バンジャラモンスターさんありがとう、サンキューサンキュー、サンキュー。キュロンキュロンキュロン。女心と秋の空、いや面白すぎん面白すぎんか。それは確かに気まぐれっちゅうことか。初見です、ありがとう。リュウジさん、ありがとうございます。 ST48 広島県出身のありちゃんことみなしありさです。よかったら右上のハートを押してルームフォローよろしくお願いします。リュウジさん、ありがとう。コメントも待ってます、たくさんありがとう。はるかちゃん、嬉しい。お話し会ありがとう。本当にみんな、ありさも早くお話しして待ち遠しいね。でもさ、なんだっけ、この2月とかは確かにまだまだまだ、この今激推ししてる2月3月はまだまだまだなんですけど、一発目のねハロウィンの日はもう1ヶ月ぐらい、1ヶ月後にはね始まるから、あ、意外とあっという間説はあるよね。そう、この激推ししてる3月21、2月12、2月23はまだだと思うんですけども、でもここ激推し中なので皆さん最後よろしくお願いいたします。特におすすめの時間は決めずと最後は言っていますので、はい、皆さん参加しやすい時間をゲットしてくれたら嬉しいです。お待ちしてます。明日の13時まで、明日の13時までにこの3日間感謝枠出るか出ないかという勝負の、はい、勝負の時間になってます。よかったら1枚からでもお待ちしてます。はーっていうゲームがどんなゲームなのかっていうのはツイッターとインスタのストーリーにあげてますので、ぜひご覧くださいませ。私が頑張って作った動画をいっぱい褒めてください深夜テンションでいっぱい頑張って作った動画を褒めてください。では続いても、あ、次も50秒に押そう。36分50秒に押します。こんばんは。石油王だけ結婚してくる石油王って誰お笑い芸人さん、お笑い芸人さんについても知りたい。あ、え、あ、51秒になったかもしれんけど押しました。51秒だったかも。あ、でもモネティアンと当たった。2連続対戦お願いします。オレンジサイリウム、
暑いですね。明日から月曜日ですね。ピュン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 。こんばんは。あ、こんばんは。こんばんは。明日からも頑張っていきましょう。次始まった今やってるナウです。今2回戦目へ行ってるナウごめんよ。マーク・ゴンザレス見た。 すごい有名なんですか。やばい、ピンチ。ピピピピンチ。ピピピピピピンチ。ピピピ。え、どこどこどこ、トンネルになった。うわお。フェルナンド・ゴンザレス、わからん、わかんない、ブランドは。いやー、3位だったわ。今日は勝率が悪い3位だった。次は、2、いや30秒に押します。40分30秒に押します。やっちゃった。やー、石油をお金持ちって意味なんですか。1ポチ。そうやな、確かに理想像でもいいよね。そう、恋バナ、恋バナ楽しみみんなと恋バナができるのは楽しみです。お話し会は恋バナが多いかもしれない。許して、逆質問の日とか特にちょっと気になっちゃう。私がこんばん、理想の人とか聞きたいな。めっちゃさ、あの聞かれてさ、あのお笑い芸人のさんの話もしてほしい、してほしいんだか、だかあんまりハマったことないお笑い芸人さんに。でもいいよね、腹筋割れるぐらいさ、腹筋割れるぐらい笑いたいもん。あははははははは。あ、あかねさん、さっき対戦ありがとうございます。こちらこそありがとう。また対戦しましょう。なんかよくもよくは別に聞かれんけど、理想の人とかさ、なんか理想のシチュエーションとかあるやん。そう、あのどこでプロポーズされたいかとか聞かれてもさ、マジわからん、想像できんもん。やってだ、やってドラマでしかさ、ドラマ
でこう見た感じさ、何絶対うまくいく方向でしかさこう想像ができんけど分からんよね。だからもうみんなの理想の想像してるやつとかが知りたい。すごい、いつも聞かれて困る、一瞬止まるやつ、えみたいなそんな私に聞くんかってぐらいさ一瞬止まる質問とかをしてみたいな。楽しい。1位になった1位やった、いつの間にか。やった、トゥル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 、こんばんは。あーちゃんの舞台できた。え、チョコキッチャン、昼夜いた？私も夜行ってたよ千秋楽見てたよ。もう妄想、妄想話しよう。いや面白そう。家でカップラーメンもいいなと思ったけど、なんかさあれあるじゃん、なんか付き合おうみたいなさ、そっち系の、どっち系か分からんけど、付き合ってくださいの告白とさ結婚してくださいの告白あるじゃん。何の話をしてるんだって感じだけどさ、付き合ってくださいぐらいだったらさ、あの家で、あ家まで行かんか、まだ付き合ってもないのに家におらんよね。待って、わかんない。付き合ってくださいはどうやって言われたい？結婚してくださいが家ってことか。もう頭が破裂しちゃう。もうちょっと私想像も、想像力が豊かじゃないからさ、わかる。結婚してください、経験したことが、詳しく聞かせてお話し会でお話し会でよ、もちろん。どういうことそっか、付き合ってくださいをさ家で言われるわけないよね。家で言われたいわけないよね。付き合ってもないのに家に放り込むわけないよね。そっか。いやでもね、幼少期幼なじみぐらいだったらありえるか。いや、いやな、幼なじみでさ、いい派かどうかもとかも聞きたい、なんか知りたい。そう、普通になんか小学生とか、ちっちゃすぎるか、中学生ぐらいから知っとるみたいな人でも全然 OK かとかも気になる、みんながもう想像できない。ちっちゃい頃から確かに自分知られとったらなんか恥ずかしいところはあるけど、でもなんか会話に困るみたいなことはないよね30秒に押します。46分30秒、ボルテージ上げるほんと、もう最近さ分かんないことばっかりすぎて、みんなに聞こうと思って楽しみ。逆質問じゃない時にもさちょっと質問するかもしれんけど、ごめんなさい、よろしく。恋バナ、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 あバレンタインの日に恋バナする、どう？あ30秒だった、えぶい、だは、え、リアル話、もちろんそりゃリアルが一番に決まっとる。えそりゃリアル、リアルなう付き合ってるよって方はもうそれが知りたすぎて、知りたすぎて。でもまだそのまだ見つけれてないって方はもう理想が知りたい。理想、理想だけを追い続けた過去、なな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 たた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 らら。恋バナ聞きたい、ケンケンの聞きたい。
こんばんは。幼なじみだけど大人になってまた出会ったら、あーれそれあれじゃん、もう彼女は綺麗だった的な彼女は綺麗だった的なね、小学校の時の幼なじみで、そう、もう別れて中学高校とかは一緒にやって一緒の学校じゃなくて16年間離れとって、16年後になんかこう再会したっていう話だったんよ。彼女は綺麗だった。それね、まあそれで魅力的にはなってなかったんやけど、女のじゃあ男の子の方があれ、小学生の時はもうイケイケじゃなくてもう全然ダメみたいなダメとか小学生の時は全然イケてなかったけど仲良いぐらいで、大人になって出会ったらもうピカーンって感じだった。女の子の方がちょっとブサイクになったよみたいな話だったんやけどね。そう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 、うん、でもいいよね。あ、ガリ弁かガリ弁からね、確かチャランの恋愛事情は全然気にならん全然気にならん。でも聞いたことあるけど、え、どうやってさ知り合ったみたいなさ聞いたけど、ちょっと忘れた本当に聞いたっけってぐらい、もう何も記憶にない、ごめんって感じ。全然気にならん。彼女さんはおるけどどうやって知り合ったんみたいな聞いたけど、ちょっと何も覚えてないやピッピピ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 、楽しみ。かゆっ恋バナもしようね現実でも理想でもみんなの恋愛感を知りたいあれなんか一応思春期の子みたいになったらどうしよう、恥ずかしい恥ずかしい。こんばんは、初見ありがとう。パンメパンナ違う、ピーチさんありがとうございます。 ST48 広島県出身のありちゃんことみのやしありさです。よかったら右上のハートをしてルームフォローよろしくお願いします。ありがとう。でやめてよ、キュンですおじさま。もう知りたい知りたいよ、私はどうやって出会ったんですか、出会いはプロポーズの言葉とか聞きたいこといっぱいある。もう楽しみ楽しみで仕方がねえもう楽しみで仕方がねえんだ。次は50秒に押します。あ、見た目か中身、見た目派か中身派かとかもね大事よね。確かに全て見た目が良かったらいい、何でも受け止めれるか。5秒前、4321ボッティ、マッチングできない、あんまり。お、めぐちゃんと祝ありさカンパニー、祝ありさカンパニーって誰だっけ、ありがとうございます。イエーイ、キュンですもうキュンですか、ありがとう。
かりやすかった。めちゃんこ初期の私使ってる、恥ずかしい。マリンの衣装を着てる私だ、懐かしい。芋やん、芋。え、このアリス芋すぎてやばい。これぞ芋って感じ。もうすごい。こんばんは。質問してくれるなら答える、やったー、楽しみ楽しみ楽しみ。へいへい。性格が悪くてお顔がタイプの理由しちゃう。そう、見た目派ね。いいね、見た目が全てだっていう感じよね。わかるわかるわかる。くるみとダイアログ、え、くるみとダイアログ分からん。くるみとダイアログ教えてくれる？そう。でも今日もね、なんか分からんことだらけだった。今日の舞台見に行ったけど。そう。だから空はと、どういうこと、どういうこと、え、どういうことって言ってた。そう。分からん分からんセリフだらけでから、空と劇中に「どういうことどういうこと？」なってて、終わった後にマネージャーさんと話しながら帰ったら「どういうこと？」って言い過ぎて面白かったよ2人がって言われて、そう、どういうことだったんですかって聞いてもね、全然ね答えてくれんくるからね。そう、だからまだ謎に満ちてるんですよ。でもショールームで聞いたらダメって言われた。それまで聞いたらダメだよって言われても、悲しい、わからないんだもん。だってちょん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 、意外とね、大人だったか、もう大人な、まあ大人やな、全然学生の頃とかの話じゃないからさ、恋とか愛とかかっこかりね。そう、もう学生の青春恋愛もストーリーとかじゃないからさ、そのガチ大人も社会人に出てみたいな、職場でみたいな感じの恋愛感だから、もう大人だったね、大人だったわ。そう、5股ぐらいしとるダメ男とか。そう、浮気癖が治らないダメ男とかの話とか。なんか面白かった、いろいろあった。ドロドロ系の時もあったね。え、なんか複雑みたいな、待てみたいなところとかもあったし、面白かった。ほんとだ、え、4分早っ。ではランキングを読みます。13位なお573、12位あずきちゃん、11位かんちゃん、10位バンジャラバンジャラモンスターさん。9位ティガー、8位サイモンさん、7位ゆっちゃん、6位そいちろうさん、5位キズナックさん、4位ヒデさん、3位ひげのまささん、2位ひとりごとさん、1位はドルルドルルン、やすべーさん、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。こちら最後です。皆さん、こちら最後の B 期間ラスト受付はもう最後、本当に本当に最後の明日の10時までとなっております。怖い、緊張する。ドキドキ、いけてるかな。
激推し日はまずはマモアクにしていただいて、5時間目を完売にしていただいて、あともうちょっとだっていうところであろう3月21日のお話し会最終日の日、ここは高校3年生にもなるということで、もう少しで大人コーデの私で行きます。そして2月12日バレンタイン間近の日、ここもマモアクにしていただきましてありがとうございます。ここもですね、ここはバレンタイン間近なのでツーショット写真、感謝枠開放、ツーショット写真会開放で、全時間バレンタイン風のねコスプレをしたいかなと思います。たはもう特におすすめ時間も決めてないので、参加しやすい時間にぜひ申し込んでくださったら嬉しいです。そしてこちら2月23日祝日水曜日は、はーっていうゲーム峰吉ありさ女優オーディション開催します。こちら詳細はですね、ツイッターの方にデモンストレーション動画を作ってあげてみたので、絶対楽しいと思う。これは動画作っててもこんなんやってたら絶対楽しいじゃないかって思いながら作ってたので、ここの日とにかくおすすめですここも時間は特に決めてないんですけども、とにかくこの日おすすめなので、この日はねオーディション説明したりね審査したりする時間があるので、5枚ぐらい最低5枚ぐらいあったら嬉しいかと思われます。ぜひ明日の13時までみんな最後の最後の最後、感謝枠にでき、全日感謝枠にできるかかかっております。皆さん拡散のご協力よろしくお願いします。そして少しでも気になった方は申し込んでくださったら嬉しいです。最後本当にラストですね、感謝枠まだ C 期間とかあるんですけど、感謝枠が出せるのはラストです。最後まで応援よろしくお願いします。ではまたね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ。